どうもランチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は初心者向けての武将解説シリーズ第21回ということでですね、紹介の解説をしていきたいと思います。勢力が技の勢力ということになってまして、コストが6ということです。かなり高めですね。スタダでは使いにくいかなといった印象です。で、兵士適性なんですけども、弓が S で、あと騎兵と槍が A ということですね。で、盾が B ということになってますので、基本的には弓で使いたいかなという武将ではあるんですけども、騎兵や槍でもまあ使えんことはないかなといった印象です。兵器も A ということになってますので、兵器運用も悪くないんじゃないかと思います。で、次属性を見ていきたいんですけども、知力と統率がですね、かなり高いですね。で、特に知力に関してはですね、初期値で90を超えてるということになってますので、これを生かしたような運用方法というのをですね、考えていく必要があるんじゃないかと思います。そしたら次、固有戦法を見ていきたいんですけども、はい、精錬作数というアクティブ戦法ですね。発動確率が 45% で、一旦の準備期間後、敵軍集団に計略ダメージを与え、封印状態にすると、2ターンの間持続するという内容になってます。で、このダメージに関してなんですけども、210% で知力の影響を受けるということはですね、かなり火力は出るということになってますね。で、敵軍集団、括弧2人から3人とありますが、3人に当選することになったらですね、相当ダメージは出るということになってます。で、一旦の準備期間後とありますけども、これはですね、兵法書によってですね、カットできる可能性があるんですよね。なんで、先にこの戦法を打つことが、まあ仮にできたとしたらですね、相手を封印状態にできるということですね。で、これが2ターンの間持続するということはですね、突撃戦法メインで、持ってるですね、速攻型の部隊とかに対してはですね、かなりメタになるような戦法ということですね。これまあ2ターン終わってですね、3ターン目からようやくってなるとですね、もうその火力っていうのがだいぶ下がってしまってる場合があるので、その速攻型の部隊にとってはですね、かなり痛手ということになりますね。ただまあその 20% の確率でしかこの準備ターンっていうのはカットできないので、まあなかなかしんどいところはあるかなと思います。で、しかも発動確率も 45% ということで、めちゃめちゃ高いというわけではないんでね、ここの発動確率なんかもですね、しっかり上げながら使っていきたいということになりそうです。次、紹介に覚えさせたいおすすめの継承戦法なんですけど、やはりこの太平同胞が一番に挙げられるんじゃないかと思います。こちらの戦法はですね、希望の発生率というのを 28% 増やしてくれるということになってますので、ダメージの底上げというのが期待できるということです。で、さらにこういうアクティブ戦法の発動率をですね、準備戦法の場合は 12% も上げてくれると、さらに知力の影響を受けるということでですね、15ぐらいにはなるんじゃないかと思いますね。なんで、その固有戦法の発動率がですね、60% ぐらいになるということですね。で、何かしら先行状態を付与できたりして、で、さらにその兵法書でですね、準備ターンがカットみたいなことを、まあ、可能とするならばですね、相手に先立ってですね、封印状態を付与できるということになりますので、かなり強力になってくるんじゃないかということですね。逆にこの太平同胞がない場合っていうのはですね、なかなか使いにくい武将にはなってしまうんじゃないかと思います。次はこの紹介を使ったおすすめ編成なんですけども、基本的にこの武将は王道的な強さがあるわけではないんですよね。なんで後半シーズンぐらいになってくると、この紹介を使った主力部隊っていうのにはなかなか当たらないということにはなってきます。ただですね、シーズン1から登場してて、で、さらにですね、高輩出の武将ということになってますので、人によったらですね、ランクアップをかなり進められるということになるわけなんですね。なんでそのランクアップっていうのをしっかりした前提でですね、使うことが望ましい武将ということになってます。それを踏まえてですね、まずおすすめしたい編成がこちらになっております。はい、曹操首相として核や紹介をですね、副将という編成になっております。でですね、これ弓で組みたいんですけども、曹操の兵士適性っていうのが A になってますので、その兵士適性を上げる宝物を装備させてオール S にしたいというところですね。こういった点でもですね、シーズン1からその宝物はないので、組むのは難しいという形になってしまいますね。で、曹操に滑骨領毒と異武軍味ということでですね、耐久力を上げつつ回復もしっかりしていこう。で、核に混迷乱情と配中台、これもですね、相手にデバフを与えつつ回復も攻撃もしていこうということですね。で、紹介が一応メインアタックになるんじゃないかと思うんですけども、太平同胞と滑目相対ということでですね、
固有戦法をしっかり打ってもらうと。で、曹操の固有戦法でですね、この2人の武将の火力をしっかり上げていこうというコンセプトの編成になってますね。これはですね、かなり強いみたいです。でですね、じゃあまあ無理にシーズン1で組むとしたらですね、この核はいないので、ここにですね、テイクであるだとか当該みたいな武将を入れるということにはなると思うんですけども、これ2人ともですね、兵士適性弓が A ということになってますので、ちょっと使いにくいかなという印象になってきますね。で、もう一つおすすめしたいのがですね、これもシーズン3からでしか組めないんですけども、三聖人を使った編成ですね。はい、紹介に太平同胞と刮目相対は同じなんですけども、サジに覚えさせてる三聖人によってですね、その紹介の火力、固有戦法の発動率っていうのがですね、相当上がることになりますね。で、白馬技術も覚えさせてますので、先行状態になることができるということでですね、もし先に動くことができてですね、相手が突撃戦法をメインとした武将だったりしたらですね、固有戦法が発動した時にですね、その威力はかなりのものになるということですね。で、諸葛亮もいますので、相手のアクティブ戦法も封じられるということになってますので、いろんな部隊にですね、対応できる編成としてですね、これはかなりお勧めしたいかなと思いますけどね。で、刮目相対とサジの固有戦法によってですね、紹介にダメージがなかなか通らないと、回避が相当高くなるので、まあ、食らわないっていうところもですね、固有戦法が発動してなかった時の保険にはなりうるんじゃないかと思いますので、面白い編成になってると思います。次は紹介を使った絆効果の紹介をしていきたいんですけど、キリンジという絆効果がありますね。これは脅威、紹介、当該、この3人で組むことによって、発動する絆効果で、で、その効果っていうのがですね、自軍全体の武力と知力を10増やし、非平人ダメージを 7% 減らすということになっております。こちらに関してもですね、以前、動画の方を作らせていただいてます。絆効果ということでですね、再生リストの方も作ってますので、どのように運用していったらいいのかみたいなのが気になる方はですね、そちらの再生リストもご覧になっていただけたら嬉しいです。次、紹介を餌として手に入れることのできる事件戦法の紹介なんですけども、シーズン7の段階ではそういった戦法は登場していないということになっております。そしたら最後、三国志における紹介の小話ということなんですけども、この人物はあまり知名度は高くないんじゃないかと思いますね。僕自身もそこまで詳しいわけじゃないです。で、その理由といたしましては、やはり諸葛亮が亡くなった後に活躍した人物っていうのが挙げられると思いますね。三国志の演技においてですね、一期の主人公と言いますと劉備になってると思うんですけども、二期の主人公はですね、劉備が亡くなって、で、諸葛亮が丞相になってからということになると思います。で、その諸葛亮も亡くなった後というのはですね、どうも昇華試合感が強いということになるんですけども、その昇華試合でちょっと活躍したって言ったら失礼な言い方にはなるかもしれないんですけども、そういった人物ということになっております。でですね、この紹介というのが一番まあ活躍したのがですね、やはり職を降伏させたっていうのがあると思いますね。この紹介を将軍として、で、副将にですね、当該とかを置いてですね、総勢16万人ぐらいだったかな、で、職を攻めたわけなんですけども、その結果ですね、職は降伏して消滅するということになっております。で、この紹介という人物はですね、親の英才教育もあって、小さい時からかなり頭は良かったらしいんですよね。なんで、まあエリートだったわけなんですけども、みるみるまあ出世してですね、で、最終的に将軍になって、それでも活躍してっていうことでですね、こちらの列伝にも書いてますけども、長領に例えられたということが書いてますね。この長領と言いますとですね、その漢を建国した人物って言ったらいいですかね、劉邦という人がいたんですけども、その軍師が長領ということで、それに例えられるって言ったらですね、相当優れた人物だったということが伺えますよね。なんですけども、この紹介っていう人は人を陥れることをですね、何とも思わなかったりだとか、あと結構野心家だったりするんですよね。でですね、最終的にはですね、40歳という若さでですね、まあ、殺されて亡くなってるっていうところがあるので、せっかくエリートだったのにもったいない気がしますよね。その野心を持たずにですね、配下としてしっかり頑張ってたらですね、もっと名を残してた人物になってるんじゃないかと思います。で、その40歳にして殺された理由なんですけども、その先ほど職を降伏させたっていうところに話を戻したいんですけどもね、その紹介が将軍としてですね、当該が副将でですね、攻めてるにもかかわらず、手柄っていうのはですね、当該が得たんですよ。なんでそれ、紹介はちょっと面白くなかったんですよね。で、その職に、入ってからですね、そこでまあ当該がですね、現場監督みたいな感じで仕切るわけなんですけども、
その義の本国からの指示っていうのにあまり従わなかったんですよね。で、それをですね、商会がこううまいことですね、密告してですね、で、この当該っていうのはですね、捕獲されてしまうわけなんですよ。で、代わりにですね、商会がですね、この職を取り仕切ってたわけなんですけども、その降伏させた職にはですね、脅威がいたわけなんですね。で、この脅威っていうのはですね、まだまだやる気満々だったんですけども、結局降伏してしまったんで、まあこうちょっと心にくすぶるものがあるような状況で過ごしてたわけなんですけども、商会は野心がありますので、職の代わり、そうですね、龍禅の代わりにですね、職を支配してですね、で、義に対してクーデターを起こしたろっていうことを考えてたんですよね。で、それは脅威のですね、その反骨心とですね、利害が一致したっていうことになってるんで、その敵同士だったんですけども、結局組むことになるんですね。なんですけども、そうやって企てたクーデターっていうのはですね、未然にですね、義の配下にですね、バレて、で、殺されてしまうということになってるわけなんでね、この人も数奇な運命な人だなというふうに思いますけどもね。だ、まあちょっとそのこの絵柄も見てもですね、ちょっとなんか性格悪そうに描かれてる感じがしますよね。商会ってまあそういったところがある人物ということになってるんですけども、その諸葛亮死後の三国志においてはですね、かなり魅力的なキャラクターの一人っていうことになってますよね。その脅威と当該のですね、戦いだとか、あとこの商会絡みの話っていうのはですね、まあ僕は結構好きというところはあるんですけどもね、何せこう結構漫画とかの作品に残ってないようなシーンっていうところもあってですね、意識して何か調べてみないとですね、どういった人物だったっていうのがですね、ちょっと分かりにくいということになっております。はい、いかがだったでしょうか。今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方は、グッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。